テムルは、大元ウルスの君主としては、第二代の皇帝。モンゴル帝国の第六代皇帝。修士などのペルシア語表記では、ティモア・キュアーン。テムルはモンゴル語で、鉄を意味する名前で、ペルシア語などではこれを名前ってティムールと表記する。清祖、クビライの次男チン・キムの三男で、チン・キムが、 コンギラ都市出身の聖プ人ンコ人との間に設けた三人の着手のうちの抜子にあたる。父で皇太子のチンキム、祖父クビライに長愛されていた時系ダルマバラが相次いで創生したため、クビライの晩年にその後継者の最有力候補となった。下ンの乱では反乱鎮圧軍の総司令に抜擢され、この時ともに戦った部下の多くは即位後に側近として活躍することとなる。 資源三十年、モンゴル高原に駐留して、中央アジアのカイドの侵攻に備えていた、将軍バヤンがクビライに召喚されると、代わりに、モンゴル高原駐留軍の司令官に任命され、皇太子の印字を授けられた。翌年クビライが崩御すると上宮で、クリル隊が開かれ後継者が偽されたが、韓国として後継者選定を主導する母国人や、地数密印児として、 軍事権を掌握していたバヤンは一致して、首来によって皇太子に指名されていたテムルを押し、テムルが長兄カマラを抑えて大ハーンに即位した。テムルが即位すると高原に対するカイドの信仰は、ますます強まったため、テムルは兄の信号カマラに加えて、いとこの安静をアナンダをはじめとする大軍を、高原に送り込んだ。これにもかかわらず元軍は、カイドの軍に敗戦を重ねたが、 次第にカイド勢力の行く末を見限った高原西部の王族、貴族が元朝に投降し始めた。これに対して焦りを深めたカイドは大徳五年、配下のオゴデ家ケとチャガタイケの将王のことごとくを動員し、全力を挙げて公園に進行した。テムルは、老いのカイシャンらを追加派遣して、これにあたり、元軍はカラコルムとタミールで行われた二度の戦いで、 カイドゥ軍を大いに破った。カイドゥは、戦勝が元で間もなく、没死し。これを機に、チャガタイ家の当主、ドゥアは、オゴデイ家を継いだカイドゥの、息子チャパルを説得して、テムルに服属を申し出た。大徳9年、テムルは、ドゥアと、チャパルの服従を承認し、クビライ即位地の内乱以来分裂状態にあった、モンゴル帝国に45年ぶりの平和統合が、もたらされた。 大徳三年、テムルは、公設の前奏一山一安氏を施設として、日本に派遣しながら、徴工を促したのに、クビライに比べると姿勢はかなり緩和しており、すでに武力によって制する意図はなかったと見られる。日本に着いた一年は、鎌倉幕府の実権者である、北条佐田時に国書を奉呈するが、その真意を疑った幕府は一年を抑留しただけで、なく、元朝側の要求にも、 一切応じなかった。これが、元朝が日本へ派遣した最後の施設団となった。テムルの政権では、オコテーからクビライまで4代にわたって、中国の行政に活躍したムスリム官僚、サイード・アジャルの孫バヤンが、中所継承政治に任命され、中所省に集められたムスリム財務官僚たちがバヤンを、主席とする財務部局を構成して、クビライの制度を踏襲した。 テムルの後ろ盾であった将軍バヤンは、テムルの即位ごまもなくに亡くなったが、父親キムの莫大な遺産を管理する母、母個人がテムルをよく支えた。一方、宮中の節制されない浪費と税収の減少によって、頑朝の国家財政は、テムルの知性から慢性的な赤字に悩まされた。テムルは飲酒と婚姻の悪癖があったので次第に、病気がちとなり、 チャパルラとの和平を受け入れた頃にはほとんど病床についており、政務を取ることができなくなっていた。宮廷では、大徳四年に個々人が死去してからは、テムルの皇后ブルガンが勢力を持ち、テムルの代理として、政務を取り仕切って、牽制を振るった。大徳十一年に、テムルが崩御すると、ブルガンは、自らの地位を保持するために、テムルのいとこにあたる安政王アナンダを擁立しようと、 した。しかし、かねてより、ブルガンの先言に不満を抱いていた一派がカイシャンと、アユルバルワダの兄弟を擁立して、政変を起こし、最終的にカイシャンが即位することとなった。公費モンゴル語で、吉祥の判案を意味する。吉野ノ200 2008, ヨシノ 2009, 原始巻20、政務ネタだ大徳3年3月起始上命名字、広市い大師、 公設釈京総統、札幌逸山清少氏日本。御琴のり曰く、有志総鎮、向会社清祖皇帝かつて県札前総女佐都市及び、大積もる王党両方辞書通行日本、皆も中という総時間。ここ自鎮林業以来、水札所諸国、薄海大外、ナビ休海、日本の、こう、よまた通りとい。今女佐都市移動、札総一三道行蘇高。 カレー、登り悟る不祥も、昇白持ち面、諸課筆達。陳徳重その受け、二抑制選定意味耳イタリオ厚し高速民のこと、大園真図の、鎌倉年代記によれば国書は、昭安元年10月8日、幕府に伝わった。原始喪失成形表によると、清州皇帝、和子、皇太子徳こと武器、早隠れ、無とある。また、 シューシュテムルカーンキによると、ウルガン皇后との間に、多種一位という人物が設けているがこれが、特殊と同一人物と考えられており、他にも、別の皇妃から生まれたマコバリンという息子がいたという。特殊は、大徳9年6月かのえたつに皇太子と、するために立御子されたが、同年12月皇院に皇居した。ありがとうございます。